はい、ということで、今回はリピート関数という関数の使い方についてお話をしていきます。で、この関数なんですが、これと指定した文字を指定した回数を繰り返すという関数になってますと。で、使い方なんですが、イコールと入れて、レプートと入れますと。で、その後に、まず指定した文字を入れますと。で、指定した文字を指定した回数繰り返すとなりますと、例えば、この場合、ちょっとわかりにくいので、あいうえおにしますと。この場合、あいうえおを10回繰り返すという意味になりますと。はい。といった、シンプルな関数ですね。はい。ちょっと下の行に直接入れてみます。はい。で、これ確定すると、はい、このように同じ文字を連続して繰り返すという関数ですということですね。で、これどんな風に使うかというと、例えば、こういった表がありますと。シンプルな表ですね。で、この、例えば、商品名の右側に評価の列を作ってるんですが、この評価の数だけ、例えば星をつけたいですとなった時に、ここに直接星の数を埋め込んでいくと、ちょっと回数がまず必要ですよと。で、あとちょっと数もわからないし、これ評価が変わった時に、この右側の星の数が変わらなくて、ちょっと数がずれたりしますよと。で、これを今回の関数を使うことで表示させることができるようになってますということですね。はい。では、実際に使っていきたいと思います。はい。では、どのようにやるかというと、使い方は、イコールをまず入れて、レプートと入れますと。で、ここまでは先ほどと一緒ですね。で、テキストは、ダブルクォーテーションを囲んで、星の表示が良ければ星と入れますと。で、カンマで区切って、繰り返し回数ですね。ここは、数字を直接入れるのではなく、隣のセルを選択しますと。はい。そうすると、この隣のセルに入っている数値分繰り返すことになるので、この場合は9回星を繰り返すということになりますと。で、あとは下の行を同じように繰り返してあげると、はい。このように、左側の評価の数に応じて星の表示の数が変わりますということですね。で、これ例えば、評価の数が変われば星の数も変わるということになりますと。はい。こんな感じですね。はい。こういった関数ですということですね。で、これ応用してあげると、いろんな使い方ができるかなと思うんですが、例えば、こういった表示を作ることができますと。で、これどうやってるかというと、一旦ちょっと中身を全部消します。で、これ、使い方は先ほどの応用で、レプートと入れた後に、テキストは四角形を入れますと。で、一回繰り返すと四角形が1個出ますと。で、例えば下の行に行った時に、2回繰り返しますよと。で、これを連続して繰り返してあげると、どんどん四角形の数が増えていきますということですね。はい。で、直接これ数字を入れていくと、一個ずつ打ち込んでいかないといけないので、ここは以前お話ししたロー関数を使いますと。これは、今、このセルがある行の番号を返しますと。つまり、1行目の場合は1を返しますと。で、2行目の場合2、3行目の場合3ですね。つまりこれ繰り返していくと、どん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 下に行くごとに、この四角形の数が増えていきますということですね。はい。という感じで、これどんどん下に繰り返していくと、四角形が1個ずつ増えていきますと。はい。こんな感じですね。で、これと逆に、じゃあ先ほど見てもらってたような、1個ずつ逆に上から減っていく場合はどうしたらいいのかって話なんですが、これと下の数字と上の数字を逆転させてあげればいいので、例えば、13行目は今これ星が、四角形が13個表示されてますよと。で、例えば C の1になった時は逆に今度
四角形が13個表示されればいいですよと。ここは13ですね。で、下が12になればいいですよと。つまり、ここが13になって、下が12になって、まあ、これを繰り返していって、どん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 減っていけばいいですよということになりますと。ということはですよ、ここが、ローになった場合は1になる。で、ここの結果が13になればいいので、この一番下の行数プラス1の数を引いてあげたら OK ですよと。そうすると、ここの C の1のこの四角形は13個になりますと。で、あとは下にオートフィルをしてあげると、1個ずつ減っていくので、はい、このようになりますということですね。はい。で、このままだと、これ、向きが反対に見えるので、ここは、これ、位置を右寄せにしますと。そうすると、はい、このように、左と右の位置が逆転するので、先ほど最初に見てもらってたような形になりますということですね。はい。で、あとはフォントサイズを調整するなりしていただくと、まあ、見栄えも良くなりますよと。はい。こんな感じになりましたということですね。はい。まあ、ということで、今回はこの関数の使い方のお話をさせていただきましたと。まあ、今回みたいに、この星を例えば表示させたいと言った場合に、この関数を使ってあげると、この左側の数値に応じて星の数を表示させることができるようになりますということですね。で、まあ、あと例えば応用させるとすれば、ここの記号も別の何か場所に、セルを置いておいて、で、ここの記号を参照するようにすると、まあ、ここの表示も変えることができるので、あ、ここはすみません、ここは絶対参照にしておく必要がありますと。で、この場合は、セル E の位置を選択してオートフィルしておきますよと。こうすると、例えば、ここの模様、記号を変えたい場合に、例えば、まあ、二重丸に変えると、一緒にこうやって二重丸に変わりますよと。とか、あと顔文字に変えてあげると、はい、こんな感じで顔文字に変わりますよとかですね。まあ、こういった工夫もできますので、こうやってセルを他のセルを参照させるみたいな方法も一つ工夫として設定してみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、ちょっとおさらいですね。はい。まずイコールを入れて、レプートと入れますと。で、その後に、文字列を入れます。で、カンマで区切って回数を入れますと。で、これで指定された文字列を指定した回数を繰り返すということになりますということですね。はい。はい。ということで、今回はリピート関数という関数の使い方についてのお話をさせていただきましたということで、ぜひご参考にしてみていただければと思います。